今回は、今年マイナーチェンジを受けた、トヨタの、ビッツに乗りました。前回のマイナーチェンジの際に、日本にもハイブリッド仕様が導入されたので、そちらをお借りしてみることにしました。ちなみに、ヨーロッパ市場では、5年前の2012年から、すでにハイブリッドモデルが販売されていました。アメリカや中国、東南アジアなどでは、ハイブリッドモデルはなく、ヨーロッパでは、ビッツのハイブリッドがある代わりに、アクアが売られていません。つまり、日本は、このビッツハイブリッドと、アクアの、両方が買える、ほとんど唯一の国という状況になっています。またちなみに、ビッツの製造は、トヨタ自動車の源流でもあり、トヨタグループの本家とも言える、トヨタ自動織機が担当しています。フロントデザインは、マイナーチェンジ前の、比較的落ち着いた印象から様変わりし、中心に向かって、鋭いエッジが伸びていくような、存在感のある前面となりました。これの、一つ前の正面デザインが好きだった私としては、前のままの方が、落ち着きがあってよかったのになぁと感じます。後ろのデザインも、まるで、機嫌の悪いブルドッグのような印象で、こちらも、全体的な質感というよりは、存在感を際立たせようという意思を感じますし、どちらかといえば、若者向けのような印象があります。タイヤは、今回乗車した車では、東洋タイヤの、ガリットが装着されていました。冬用のスタッドレスタイヤで、ホイールは14インチです。内装を見ていきます。こちらは、カイグレードの F なのですが、やはり、メーカーのウェブページに表示されている写真と、結構差異があります。ドアの内張りには、触り心地のいい素材が使用されていますが、シートはご覧の通り、ヘッドレストが一体型で、スズキのアルトみたいです。始動方法も、キーを差し込んで回す、オールドファッションなタイプで、ハイブリッドっぽくないです。インパネ周りのデザインは、プリウスやシエンタなど、近年のトヨタの車と、雰囲気が合わせてあり、質感は高い方であると言えます。曲線が多く、複雑な造形ですが、ボタン類の配置はわかりやすく、操作性に対する気遣いは、さすがトヨタだなと思わされます。また、ハンドブレーキタイプのパーキングブレーキも、オールドファッションではありますが、個人的には一番使いやすくて、いいと思います。ハンドルの右側の丸いボタンでモニターの表示を変更することができます。このモニターにはハイブリッドシステムの状況や平均燃費、衝突被害軽減装置の設定など様々なメニューを出すことができます。後ろの席に乗ってみますが、まず気になったのは、前の席にはあった、ドアの内張りのクッション素材が、後ろの席ではなくなっていることです。メーカーのページを見る限り、上位グレードの U でも、後ろのドアの内張りは、こんな感じらしいです。やはり座席は、のっぺりしていて、ちょっとダサいかなと思います。また、ハイブリッド用のバッテリーが、後ろの席の床下にある関係で、足元が狭くなっている点は気になります。身長176センチメートルの私が適切なドライビングポジションを取った状態では、膝周りは原骨一個くらいの余裕です。それよりもやはり、バッテリーのせいで床が狭いというのが難点といえば難点かなと思います。ヘッドクリアランスは十分にあり、後ろの席でも明るく、開放感はあります。
ラゲッジスペースを見ていきます。容量は、後部座席使用時の VDA 計測方式で278リットル、後部座席格納時で768リットルです。バッテリーが座席の下に置かれているため、ハイブリッドの割には結構な深さがあるような印象です。後部座席は6対4の分割下等式です。下位グレードではオプションで、上位グレードでは標準装備のアジャスタブルデッキボードを使用することで、後部座席格納時にフラットにすることができます。カードが挿入されていません。直列4気筒のダブルオーバーヘッドカムシャフト 1500cc のアトキンソンサイクルで最高出力74馬力、最大トルク 11.3kg です。 1500cc のエンジンとしてはかなり非力ですが、ハイブリッドですので当然モーター出力との合計が大事になってきます。モーターは最高出力61馬力、最大トルク 17.2kg です。エンジンとモーターを組み合わせたシステム最高出力はちょうど100馬力を発生します。これらのスペックは今まで日本でも販売されていたアクアと全く同じです。ドアの音は、閉めるときは、コンパクトカーとは思えないくらい上質ですが、開けるときの、取っ手の剛性感がもう少しあれば、もっといいかなと思います。それでは、新型になったビッツの走りについては、後編で確かめてみましょう。